最後はこちらです。カラスからの攻撃を防ぐ方法ご存知でしょうか。どこでも見かけるカラスですが、この時期になると彼らの子育てが始まり、通行人が攻撃を受けることもあるんです。常に攻撃的なわけではありませんが、ヒナの孵化直後あたりは全力で守ろうとするあまり、巣のそばを通りかかる人を攻撃することがあるんです。巣に近づかないのが一番の方法ですが、それが難しいときはこんな方法があります。それがこちら。カラスの攻撃はくちばしでつつくと思っている方が多いですが、実は後ろから人の後頭部を蹴るんです。そのため一番いいのは、両腕をまっすぐに上に上げて動かさず、そのまま歩いて通り過ぎるという方法です。両腕を上げていれば頭を攻撃しようとすると翼が腕に引っかかる可能性があるため、頭を蹴ることができなくなるんです。むやみに刺激することなく、カラスの威嚇を察知したら穏便に通り過ぎるのが一番です。さあ、ということでこちらですね。真面目なニュース記事なんですよ。手をこう上に上げて、両腕をまっすぐに上げて歩けば攻撃を防げるということで、参考にしてみてください。そしてこれ、どなたかわかりますか、皆さん。あのあやちさんですよ。で、このあやちさん、どこから見ることができるかというと、お天気ニュースチャンネル、アプリからもチェックすることができます。皆さん気づきました？この中にあやちさんが、しかも動くあやちさんがニュース記事に組み込まれてるなんて、私は先ほど初めて知りましたよ。だって気づかないですよね。どこだどこだ？あ、ここ。はい。そうそうなんです。トップ絵はカラスのお写真なんですけれども、下を見てみると、あやちさん出てきます。あー、出てきた。これ静止画。両腕を上げて歩こうねということなんですけれども、ちょっと下行くと、今動いてる、こんな風に歩きましょうねと分かりやすい絵が出てきます。これね、私がウェザーニュースに入社した年ぐらいのあやちさんです。はい、最近かと思いました。このあやちさんのこう前髪の感じが結構まとまってる感じ、すごく素敵な前髪でいらっしゃるんですけれども、だいたいね、2018から19あたりのあやちさんだと推測します。はい、おそらく、結構私はあやちさん大好きでずっと見てるんですけれども、そう、貴重なお写真だと思うので、ご自身も気づかれてないんじゃないかな。後でちょっと聞いてみますね。気づきましたこれ。って言いそう。なんで？ということで、季節の話題もお届けしております。ぜひニュースチェックしてみてください。